ちょっと待ってくださいよ。お疲れ様です。今日も、朝日のチューハイ飲みながらやっていこうかなというふうに思います。そうです。うまい。まあもともと今日やるつもりもあんまりなかったんですけど、まあちょっとね、今週全然できなくなるっていうことで、まあもうちょっとね、数多く配信したいなということで、今日やります。で、ちょっとね、今週はこれで終わりにして、1週間間空けて、ラストスパートかけていけたらなと。いうふうに思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ行きましょう。もう早速。X4。リアルガチ。あ、ごめん。間違えた。ではですね、いやー、やっぱりね、酒飲みながらゲームするっていうのはやっぱりすごい素晴らしいことだと思いますね。やっぱりこう最近ね、こうお酒飲むこうドキュメンタリーとかドラマとか、まあいわゆる グルメドラマっていうのがすごい面白いなっていうふうにめちゃくちゃハマってまして、あ、孤独のグルメとかもそうなんですけど、あ、今日、マッシュルームです。だから、ね、ちょっと、美味しくね、酒のつまみにもしてやろうかなと。やっぱ大人になって気づく、この、マッシュルームの美味しさ。マッシュラム、マッシュラム。こいつ強い。このね、名前検索。なめけさ強くないですね。早い。ステージ2。今日はもう本当に酒のつまみにして今日終わりにしようかなと思うんで、まあちょっとね、マウンティング配信期待してる人はちょっと残念かもしれませんが、ご勘弁ください。すげえ。めっちゃ、すげえ勢い進んでる。え、超速くない？これ。これ RPA だよ。これ RPA だよ。何してまうの？これ。そこまでして邪魔したい。はい。はいはい。いや、ボスボス。基本的にこの配信のトラウマはボスが、ボスに時間かけるっていうパターンが毎回あるんで。はい、余裕。あ、中ボスいたっけ、これ。気にせんね、これ。なんか追ってくんだけど、ストーカー？あ、そういうこと？あ、やばい、やばい。やばいかな。やばいな。どうしよう。当たんねえし。これ強えな。え、どうしてんの？え、復活しないの、これ。え、ちょっと待って。え、どうしてんの？え、ガフやん。
ガフやん。ダメージ半分しか減らせてないけど、減らせてない。ちょっと待って。ちょっと待って。え？だって割合的に、あ、わかった、わかった。わかった、わかった。ここで、端っこで、おいで。はい。この考え方。鋭い。順番。はい。はい。割合、あ、真ん中じゃない。お前真ん中じゃないって。勘弁して。ね。これで。え？俺の計算式、間違ってたかな？え？ちょっと待って。俺算数？算数のレベル？ん？ちょっと。え？俺算数？え？ちょっと待って。え、これ最適解じゃないの？最適解だよね。え？え？だって、殴れるだけ殴ったけど、今日。ほんと気持ちいい。精一杯探してきました。これマブカスのゼロじゃないから大丈夫。え、ちょっと待って、これで半分いくから、計算的には割合的には合う。今日もちょっとね、マブカプやりましたけど、やっぱりね、はい、来た、強い、こういう、はいはい、もうあっちゅうまエリア2。ちょっと待って、これずるい。え、ちょっと、ゴリの推しや。あ、取ったいらない。これはいいね。うまいね。これはうまいね。これはうまいね。太田和彦さんっていう、居酒屋研究家の人いるんですけど、その人のモノマネやっても誰も笑ってくれない、誰も気づいてくれないっていう。これはうまいね。日本酒、これはうまいね。これはいいね。はい、うまいね。うまいね。これはうまいね。これは。これはいいよ。一気殺す。一気は。はい、うまい。はい、スピード。結構長くないこのステージ。まあ今日超えたら多分明日っていうか次以降はね、多分めっちゃ山場になってくるんですよね。めっちゃ煽られてる超特急が控えてるんでね。超特急であの世に送られてしまう可能性が。今日も一ボスだけです。来週がガチトラウマになるんで、そこをどうにかしてクリアするっていうの。あ、来た、やっと来た。ステージ狭いな。ここまで来れるなんて君強いんだね。999 君で1000人目だ。
もうそういうちょっとあれやね、誰の命令でこんなことしてる、どうでもいいよ、早く戦え。これはあいつやな、あいつが。これだよね、確か。え、多くない？え、ちょっとローリングアタック、ローリングアタックやん。で、分身して、あ、来た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 、これだ。あ、ちょっと強い技に頼りすぎてる、これ。あ、にしても、いや、あ、うっそー、 V トリがマイナス3でいいから、3でいいよ、マイナス3で、マイナス3でいいから、 こういう風に2つに分かれて当たり判定片方だけにするっていう。え、見分け、え、どっちが本物、どっちが本物か分かるの、これ。え、うっそ、え、見える方法あんの、これ。もう、あ、ちょっと待って、ローリング、ローリング、ローリング、え、強っ、ちょっと待って、これが一番痛いんだけど。あ、お前、にしろ、お前、こっちだ、お前が、お前が、お前が、こっち。えい、ダメ。あ、早いけど、だいぶ分かってきたよ。分かってきた。これ今日、余裕だよ。分身先が分かったのと、あとは分身をどう倒すかっていうのが、鍵。これ削れない。あ、削る。はい。はい、うまい。これうまい。これ超余裕。え、これ、パターン入ったの？はい。これうまい。これめっちゃうまいよ、これ。今日はうまいよ。はい。メダルゲームの、宝箱の中に、宝がどこ入ったかみたいな選ぶゲーム、やってる感覚。え、これで潰せるってかなり楽じゃない？初めて知った。五分。余裕。雑魚。ああ、ごめん、雑魚じゃない。君は雑魚じゃない。弱くはない。はい。はい。で、置き技。置き。あ、どっちだっけ？どっち？お前はどっちだ？お前はどっちだ？まあ、とりあえず、2体当てればいい。置き。置き技。で、置き技。置いていく。え、楽勝じゃない？これ。勝った。勝った。いやー、うまいね。今日は1ステージで終わりにします。え、これ、今回最速じゃない？最速じゃない？最速。いや、やめましょう。多分、次が、正直次の2つが、とりあえず、クライマックスに近い感じなんで、最後はもう、
アジ課長に一生バカにされてる超特急を倒すのはわけなんだけど、ハート回収ってどこにあるかわかんないもん。別にいらんでしょ、ほんと。うまいんだから。うまい人にハート回収とかいらないでしょ。で、そんなこと言うなって。あー、まあちょっと見ますか。さっきのハート回収だけ見ようか。どうやってやるかわかんないけど。クーダー使ってなかったな。あ、二段ジャンプ覚えてる？さっきの説明全然見てなかった。だいぶ増えてるよって言っても、どこにあったかって分かんないからな。あ、二段ジャンプ使うのめっちゃ便利だよな。空だと二段ジャンプってめっちゃ便利。さっきのとこしか分かんないよ。さっきのとこと昨日の、タンクは昨日のライドンステージにあったけどさ、何をしてたんだ今。雷神撃、あれ雷神撃弱いんだ。あ、いやー、ここ最近結構ね、まあゼロ、インフィニットやるようになって、やっぱりゼロって強いんだなって思うんですけど、このゲームのゼロは弱いね。間違いなく弱いね。これちょっと自虐できるよ。ゼロ弱いからね、ボス勝てないみたいな、そういうのあるから、しょうがない。もうちょっと性能がね、性能が弱い。性能が悪い。はい。キャラパワーを引き出す。100%引き出すという。よいしょ。はい、はい、はい、はい。うわ、めっちゃ減る。すごっ。これバグやん。お母さん、3つ行きましたよ。素敵やん、そういうのって。よいしょ。はい。強っ。こっからっすね。俺は何をしているんだ。こっからだね。え？ちょっと、これ、どうやって落とすの？教えて。あ、そういうことね。はい。ハート取りました。
こんなとこかな。とりあえず今日は、今年もこれで終わりにしようか。あとハートの場所ちょっと全然覚えてないんで、とりあえずは、ちょっとね、軽く伸びながらお話しして終わりにしてもいいかなと思うんですけど。うまいね、これ。アサヒのビール。シングレタンクよ。うん。あれ、ハートは取ったのは覚えてる。別に、いけると思うけどね、これ以降は。前の配信も、まあ、クリアしてない、前の配信クリアしてないけど、まあ、ここまでいければね、いいと思うんですけどね。で、来週は、波動昇竜の、クジャッカステージのタンクっていうのがどこにあるかわかんないけど、一回クジャッカだけ見ようか。スティングレイは多分できないから、もうミスるから めっちゃ時間かかるから。クジャッカだけちょっと、どこなんだろう、見えるとこ。あ、これランク A とかやったら、ランク S 取るとかだったら別に。ああ、そういうことね。多分ね、無理だと思うよ、これ。ランクどうのって話だったら、多分無理やな。うん、じゃあやめるわ。無理。無理です。まあちょっと気が向いたら配信会でやります。 あんまりね、こういうなんかこう、ダメでしょう。もうそのまま流れで行こう。多分めっちゃ時間かかると思う、多分今やったら。ちょっと自分を知るというのもあるから、とりあえずはちょっと前へ進むことが大事かなというふうに。で、あかんかったらちょっと後ろに下がるっていう選択肢もいいかなっていう、そんな感じでいこう。そういう適当に生きていこう。ちゅうことでですね、まあまだ30分も経ってないんですけれども、とりあえず1ステージクリアしたっちゅうことで、ちょっと今日はこの辺で 終わりにしたいと思います。ちょっともう少し長く見たいっていう
方、珍しい方いるかもしれませんが、多分、次の配信以降が、もう嫌でも多分長くなるので、とりあえず今日はちょっと短めにして、ちょっと終わりにしていこうかなという風なスタイルでいこうと思います。ちょっとクジャッカーステージはちょっと練習しますわ。あれ、ちょっと。次、もし必要になるとあれなんで、この後ちょっと配信切って練習はするんですけど、ちょっと撮ったっていう事実はないということで、まあ、練習しましたってだけで終わりにしていきたいかなというふうに思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあ、今日はこれで終わりにします。次は超特急じゃなくて、波動昇竜ね。波動昇竜なんで、ちょっと時間かかるかもしれないですけど、よろしくお願いします。ありがとうございました。